To the end。 おいいねどうやったいい、ね、すぐ書きましょうかまだね、はい、なんて書こうかな。みんな見てる、はい、変なこと別にせえへんけど変なことできへんな。 World was high。 本日もバイトを頑張りたいと思います。おはようございます。はい、バイト終わりました。見るのも、うん、今日も仕事頑張りました。うん、眉に濃くかけすぎちゃうこれ。はい、お疲れさん。うまいわ、うまい。あ、足が痛い。もう仕事終わりのこれも取って話はやっぱ無理やわ。もう寝るわ。パッパッ食べてお風呂入って。寮でカレー作りました。カレー食べます。なにいただきます。今日も夜のお勤め頑張らなあかんな。なんかみんなコメントで無理はあかんねとかさ、そう言ってくれんねん。あ、同年代やからな、わかるわな。お疲れ様です。見るのもか、とりあえず。お疲れ。今日実は大変なことありました。目真っ赤やね。もう12時やねんけど、こんなことありました。はい、今日もビール飲んでちょっとこう食べて寝られへんけど、眠気、はい、おはようございます。今ね、ゆみちゃんにね、どこの島の友達のゆみちゃんにおはようって LINE しただけで、どうしたって、なんかすぐ分かるんやな、なんかあったって。ちょうど今亀戸に向かってるから会うことになります。来てくれる。カレー食べてみて、大葉入りの。大葉入り、美味しい。そう。私はこれやで。スプーンないから。大葉ね。あ、褒められた。お料理好きのゆみちゃんに褒められた。嬉しい。カレー屋さんでも消化。うん。なんかそういう、でもお店するのも大変やしな。Thank you for watching till the end。今度は抑揚をつけてないバージョンで言っていただきます。はい、先生どうぞ。 Thank you for watching to the end。 英語先生にね、なんで最後チルドレン言うとんのと。チングチルドレンって言ってる風に聞こえてて。 Thank you for watching。 Thank you for watching to the end。 To でいいんだよ。 To the end。 Do まで言わなかんねんで。知ってた。よかった。 Thank you for watching to the end。 おいいね。どうやった。やった。練習する。バイバイ。じゃあ乾杯しましょうか。ゆうみちゃん帰った。ゆうみちゃんは彼氏と焼肉来るって言われたけど、そんなラブラブなとこに行きたくないから断りました。あ、もうじゃあもう中学生みたいにさ、ここでゴロゴロして、うん、チグしてました。疲れー。あー、じゃあ納豆でもつまみながら食べますか。大好きな映画でも見るから。いただきます。今日はね、動画編集頑張ってやっとかないと、明日から水木金土日まで連続で出勤。シソカレー食べます。いただきます。昨日はここでできたお友達にいろいろ話聞いてもうて、ちょっとスッとはしてるんやけど、詳しく言われへんねんけどさ。またオフ会とか、そんなんがあった時に実はこんな感じで出てるって言うかな。入金ありました。はい。今月25,000円。5,000円増えてる。1,700円だったら2万5,000円になった。はい。1月は2万円。
ありがたいわ。すごいね。うん。まだ、スーパーサンクス、スーパーチャットがすごい多いんやけど。いやー、ありがたいわ。明日からね、愛工大名電公式野球部甲子園出場おめでとうございます。晩ご飯は明日ここで40人。この化粧して、このな、あ、コップがない、ビール飲めない。バイト先にすぐ、まあ海行けるんですよ、歩いて5分もせんと。まあちょっとどんなか見てみようかなと思って歩いてます。うまいことを書いたよね、コケをキリ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 ってやって。うん、かわいい。ただ世界中の綺麗な海を見てブラブラしたいだけの話やねんけど、難しいな。インスタでキックボードでオーストラリア縦断する子を見つけた若い男の子やねんが、わしはキックボードでそんなシュ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 できへん。ちっちゃいレンタカー借りて、小さいテントと寝袋積んで、うん、キャンプ場を回りながら旅をする。それでいいんちゃうかな。街の中歩いてみてます。さっきね、小学生と喋っててんけど追っかけてきた。ほなね、バイバイって言ってんけど夢はゲーム YouTuber やって頑張りって言っといた。キュラカメ城話カフェやって、ノスタルジー。こうやってさ、パッとこうヤシの木あんのがね、すごいいい鮮魚っても気になるけどな。キャンドゥがあって大丸。小学生、さっき喋った小学生3年生、私の孫としてやけど、ちょっとついていくの後ろへ、ちょっと離れて10メーターぐらい離れて自転車で徳之島バーガーのお店、人気ナンバーワンチーズバーガー380円。このフィッシュバーガー食べたい。どうしよう。とりあえずこの秋丸商店でちょっと買い物してた。昼、もう3時やねん。昼夕方、昼晩ご飯兼用的な感じで、お味噌汁と塩サバ。で、高菜切って。鹿児島って白いねんな、味噌汁。うん。今日も忙しいから、しっかり食べて頑張らなくっちゃ。おはようございます。お疲れ様です。新しい人も入ってきたし。先輩や。まあでもなんか3日間だけみたいやけどね。うん、留学するって言うてはったわ。ええー、な、私も早く行きたいわ、ほんまニュージーランド。うん、朝昼兼用の朝か。もう12時半ね、ピュッと切られへんでこれ夜の勤めみたいになってきて、マジで考えてることがある。もう車中泊旅をしながら日本をちょろちょろ旅してたらお金って全然たまらへんのと、で何よりももう行きたいね。うん、ニュージーランドにほぼ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 ちょっと固まってきた。うん、どうして行くんやったら2-3ヶ月それに向けて働くか。今かちょっとバイトから帰ってきてパッと携帯開けたら根室の方震度5弱ってごっついやん。ずっとおってな、人押しキャンプ場とかあの辺やんな。うわ怖いね、大変か、大変なことになっとんちゃうの。後でニュース見よう。とりあえず乾杯。ちっちゃ疲れたけどめちゃくちゃ忙しかった。で稼ぎ頑張っておりますね。若いかやもめっちゃ疲れてん。昨日だってまた2時まで動画のやつやってて、朝も早く起きてやってたから。はい、お疲れ様です。高校生ね、
甲子園出るような強い強豪チーム愛工大名電、うん、属高等学校愛工大、もうみんなめちゃくちゃ元気、もう感じいいね、すごい、うん、いつもウェイ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 お疲れ、ウェイウェイ言うてさ、お水持って行ってウェイって、私と向こうもウェイ言うてくれ、ウェイウェイってやってんねんけど、第2弾のご飯っていうか、ちょっとこう軽いものにしないと、もうまかないで美味しいご飯いっぱいいただいてるからさ。な、だいぶ慣れたよ私バイト。うん、今日はちょっと嬉しいことがあった。社長の娘さん、お店とかデザートはまあほとんど不動産の仕事してあるけど、忙しい時はこうやって来はん、まちこちゃんって、まちこちゃん言ってない、まちこちゃん言ってない、まちこさんって、まちこさん、じゃあそっちのスープ入れてくれはりますかみたいな、入れて次じゃあこっち回してくださいみたいな感じで、まちこさん、まちこさんって言ってくれ、まちこさん下の名前に言われた、なんか嬉しい、うん、もっとこうグッと近づいた感じする、はい、愛工大名電高校の方にもまちこちゃんって言ってもらう。明日で終わりか、明日もガツンとなんかおもろいことやらなあかんかもしれんな、あせんでえか、おもろいこと、愛工大名電公式野球部の方最後の日です、おもてなししましょう。おはようございます。わざわざバイト先にサインを書いてと、息子さんがお母様のために来てくださいました。どうします、書きましょうかもだね、はい、なんて書こうかな、書いてこないよな、間違えそう名前はね、見せたらあかんねん、何々さんへありがとうって書いたよ、優しいよな息子さん、嬉しいわ。お仕事終わりました。今日はまあ普通やったかな。あ、そうそう、でも今日は面白いというか嬉しいことがありましたね。お疲れ様です。サイン、生まれて初めてのサイン、サインの練習しとかなあかんかもしれへんわな、もうサインくださいみたいな、な、わざわざそれを親の言いつけを守ってそれを取りに来る息子さん、お母さん多いやな。うん、うちの息子で絶対ないで。うざ、なんでそんな行かなあかんねん。いいんしょ。嬉しかったわ。ありがとう。お名前言われへんけど、ありがとう。今から、今日休みで、また昼過ぎに起きて、うだうだうだゴロゴロゴロして、お洗濯して、はい。もう3時になっちゃったんですけど、起きたんがもう昼やからね。スタートと回しのすーちゃんと千秋ちゃんからの、インスタで教えてもらった未来づくりラボ。なんせ、インターネットができて、海を見ながら動画制作とかできるような素敵な場所があるって教えてもらったんで、4時間200円コーヒーも飲めるよって書いてあった。ちょっとそこ覗いてみて、まあ、綺麗な海でも 見るドライブ行きましょうか。着きました。未来創生ラボ。子供たちがわーって遊んでる。公民館みたいなとこ。すごい綺麗。おー、すごい。まあ、データラボってすごいね。未来作りラボ井の川千秋 is smart ライターの仕事すんねんて、チームワークの、チームワーク全部片言、あ、全部片言4時間200円にコーヒー付きで開けてね、インスタはなんかちょっとダンスとかやっぱそのリアルなのなんかこうパッパッ投げた方がいいかな、そんなのないと思うけどな、私のファンの素晴らしさを言ってくれてるんですよ、すごいよね、ほんま iPhone でいいよな、なんか、まあ、書き出るの、うん、あ、ほんまや、ちゃんとフォーカス、iPhone ってすごいな、カメラ買うより絶対いいよ、いいっす、ちょっと若い方にいろいろ語って、語る年寄りって嫌がられるのよね、ほんと、あ、それは内容によるね、うん、そうやな、優しいやろ今こっち説教ずっとされたらそれはほんまな、もう説教めんどいな、うん、
徹夜でみんなで、ね、今日はね豪華ですよ。ビンチョウタンマグロのお刺身、鹿児島県産。鹿児島の美味しいお醤油、お刺身醤油も買いました。いただきます。お疲れ様です。また映画でも見ながらゆっくり食べます。だから瀬田海海浜公園に行きます。お家におってもね、天気すごく良くなったんで、亀津から約30分です。すっごいいい天気、はいね。あんまは夜は帰ってきていろいろさ、ぐるぐる回ろうと思ってんけど、やっぱちょっと車の中でゆっくりしようかなと思います。ビール、お酒類はね、このドラッグストア森が一番安いってお店のスタッフの方に教えていただきました。ここで買ってください。海です。あー気持ちいいわ、やっぱな、最高やこれ。瀬田海海浜公園、おーちぇーわーいっと到着。ちょっとだいぶ夕日が落ちてきた。うん、もかちゃこちゃんがビールくれた、人に頼んでこの近くにね、ご親戚が住んでらっしゃるから嬉しいわ。今日はね、鶏ガラスープ作って冷凍してたんで持ってきました。はい、それちゃんぽんっていうか、まあ麺入れて食べて、タコのマリネ作ります。トナイトビールこのビールがええねんって、ちゃんとこのビールの缶をいただきました。さっきのも気温21度、外で食べようかなと思ってんけど、着いてからねちょっとね3時間以上予報陣があったんです。ここに着いてからお電話でねガチャガチャしてたから、やっと終わりましたと。やっぱ車でのものは最高やで。カレー、うまさがなんか違う、なんか違う、この風を感じながら飲むからかな全然溶けてないけど、体疲れてたけど、やっぱりちゃんと来てよかったわ。うん、全然気持ちいい。やっぱ鳥の声聞いて、風を感じて、夕日見て、うん、最高。いろんなことがね、次々起こってるんです。実は詳しくは言えないんですけど、そんなことももうすっとこの風やこの雰囲気で一瞬にして忘れさせてくれる、最高です。ずっとそれは普通に旅してロールしてたら楽は楽であれねんけど、途中にまあこうやって出稼ぎに行かなあかんとかさ、いろんなことがあった方が動画的に面白いかな。タコさんを間にぽよぽよっと入れます。なんで毎回こうやってお料理作って車の中でうだうだ言ってるやつもあげるもんな。綺麗なトマト、いろんなドラマがあった方が面白いと思います。トマトの角切りトントコトンと入ります。本当はねこれ玉ねぎをすりおろしたりとかして入れたらいいですけれどもないので、この白髪ネギにしてこれでもいいと思います。あやっぱり楽しいわ、電車はめちゃ楽しいです。はい、うん、ママゴムとか見たらもんやもんな、はっきり言うて。玉ねぎの代わりに長ネギ、これでも合うと思います。同じネギネギだから、どっちかというとこの白髪ネギの方が逆に美味しいかもしれない。さあで今日は鶏ガラスープちゃんぽんで食べるので、ネギを細かく切っていきましょうか。ネギマシマシで、あーこの時期ほんといいよ、虫もいいし、わー綺麗な色になってきたな。オレンジ色に多分寮でゴロゴロしててもこの疲れは取れへんと思うんで、外でこうやってするからリフレッシュ。あとはオリーブオイルをかけて、これな
ケージ、ソルト、カティティ、お酢、ジョニマリネとか言ってながら、ええ感じに声がでもこんだけでいいんです。はい、めちゃくちゃ綺麗ねんけど。おお、すごい色。後ろ開けっぱですよ。はい、完成しました。じゃあスープに火を入れて、この綺麗な夕日を見ながらって見えへんか。おお、食べましょうか。いただきます。バイトのね、バンダナとか似合うよとか制服似合うよって言ってくれてる、やっぱ私やっぱこれじゃない化粧してなくて、このボッサボサの頭にな。そう、私にはこれがお似合い。そうなんです。いただきます。うん、うん、うまく栄えてきた。ほんと、前ね、登録者数300人やってんぐらいやってん。今1700。あれ、自分前おった。いや、な、初めてやんね。こんにちは、まちこちゃんって言います。ほんで今1700人やねん。だから1000人超えたらほらお金もらえるやん。あの動画いっぱい見てたね、みんな。なあ、携帯変えたの。いや、ようわかんな。そやで、ええのん買うてん。これこういう来てるから、分かったから、分かってたから来てくれたん。ほんまに、行こうぜっていう話してて。ほんと、車が前下に降りていった時から分かってたから。あ、ほんまに、うん、あそこ女子さんの狭いしてたん。へぇ、坂降りてきた時から来たって分かってんて。ほんでこう差し入れみんな差し入れ持ってきてくれんね。かわいい。これ、三ツ矢サイダーやって、オレンジ言うてさ、嬉しいわ。帰ってきた感が半端ない。かわいいわ。大きなとった。びっくりした。鶏ガラスープは70度で温めなきません。ちゃんぽん入れました。すぐに詰まっちゃうからね。今日はこんなんもあるし。最高。もう最高ですわ。この島は子供が元気よね。子供は子供らしく、うん、学校で有名になったよね。おはようございます。パン屋もちゃんと車やったら早く起きれるわ。朝は外でコーヒー飲もうね。ここに集中道のり場とテーブルあるからね。ここくり抜いてプールみたいになってんね。だからお子様も安心よ。深いとこに行かないからね。本日のディナー席でございます。随焼いて、卵焼いてのディナー。この単館でくれて、今役所の人がここきれいにお掃除ね、ゴミ取ったり草刈りしてはんねんけど、姉さん動画見てるよやって。みんな見てる。はい、変なこと別にせえへんけど、変なことできへんな。
バイバイ。クジラをウォッチングしながらお料理です。毎日ピュッとするだけ。はい、出来上がり。はぁ、クジラさん出てきてくださいよ。なんか絶対見れそうな気がすんねん。うん、祈りのダンスもしたし、もうあの油で揚げるいうぐらい油をこれぐらいたっぷりしたが美味しいです。昨日なおったらしいねん。どうもな、来てくれへんかな。で、後でニラをちょっとパラパラってやります。焼けるまでに食べましょうか、これあてにね。やっぱ最高やわ、海を前に。はい、乾杯。じゃあ行ってきます。うぐ、あー、おいしい。見てわー、もう油でカリッカリ。これはもうバリバリ胡椒が多い方が美味しいから。で、切って余熱でニラはいきます。すぐね、火通るから。あー、めっちゃいい香り。あー、カップルの海で仲良く肩を組んで写真を撮っております。なんか私もぼちぼち、あ、いらん、やっぱしいらん。それは楽しょぶろうとかだが、めっちゃ一人で自由になって気楽にやってんのにな。ややこしいことまたチラ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 考えて。あ、音ちゃうか。はい、チャンス。行きました。ニンニク足らへんかな。これ足ります、薄い。今2カップで歩いてあります。手繋いでる。繋ぐわ、もう。あ、もう全然羨ましいとか思えへんけど、何やろ、最近たまにこの楽しい時間をシェアできるような彼氏おってもええかなとか。でも私わがままやからな、一人の時間好きやからさ。で、言いたいこと言うて傷つけ、あーな、傷つけ。まあもうやめとくわ、もうやっぱりな。でしょ、あれがクジラ。何頭かいるね、2、3頭いるね。え、そんなん見える。いや、めちゃめちゃ目いいよね。私の動画を見てくれてるよって。こっちでちょっと降りてすごいやん、ほんと。去年今ごめん、弟が来た、大きくなってる。かわいいね、みんなね。じゃあ、これ止め。またこんなん持ってきてくれて。今日はクジラ剣買ったわ。でもなんか、クロスミキサー、言葉がちょっと分かりにくい。このクロスミキサー、え、なんて言った今。黒い船。あ、黒い船が行った、うん、黒い船行ったさ、うん、黒船行ったさ、うん、みんなで驚くか、インスタ。おはようございます。今日めっちゃ寒いです。去年はね、ここでね、工事してはったんですけど、ゲストハウスで やられて、うん、ちょっと案内します、見ていいよって言ったから。新品やからね、めっちゃ綺麗よ。すごい、まだ新築の匂いがする。でさ、こっからビューンってほら、海見えるし、風そよそよで、ちっちゃい台所があって、ガスはないけど電子レンジチンみたいな感じで、でちゃんと冷蔵庫大きいのがあって、一応シャワーだけでシャワーがあって、洗濯機はね無料なんです。内側が洗面で、手洗いな、綺麗な、ちょうどいいよね。2つ部屋ぐらいでみんなで共有するみたいな、外国みたいなゲストハウスやね。ゲストハウスっていうか、もうこんなほとんど普通にエアビー&ビーみたいな。ロケーションがめちゃめちゃいいよね。あそこでバーベキューできるし、クジラが見えるし。
長い動画最後まで見てくれてありがとう。 Thank you for watching to the end。 今私は沖縄ラブに来ています。徳之島の出稼ぎ旅は来週の動画で終了します。バンライファー M を応援してもいいよって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。